雨の冬犬人は、日本神話の神。古事記において、スサノオの命の五聖孫とされ、日本初期に五聖孫は甘根の吹き寝神とされているが、どう神かどうかは不明。俗字か大名人元木には、スサノか、命の四聖孫天冬気圧と記述されている。十七世伊神の一柱であるにつかみ。十三神社の社殿には、出雲よりはるばる、のとまで来臨し、 同地を平定したとされる。なお天根の吹きな神は神剣を天神神に献上している。また、日の岬崎神社宮寺家のおのしは天根の吹きな神の子孫とする。名義は天上界の冬の着物とされ、また、冬衣は雑衣で衣類の包丁を賛美するとも考えられる。また名称は元来、湯袋も神だったものが直前の布豆戸神。 布見かドミ神に惹かれて転倒し、さらに後に続く四国大臣、四国若姫、大国主神と国を神明に含む神々との対応を意識して天のが付け加えられた結果、雨の冬犬人の名になったのではないかという成立過程もある。津佐能の命から大国主神までの経図。青は恩神、赤は女神おみまめ、八つ神が、 布まめど神の娘布三角耳神をめとって産んだ神で四国大臣の娘刺繍にはカビメをめとって大国主大臣を産んでいる。ありがとうございます。